はい、こんにちは。日本改革特ツアーです。圭一様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。12月9日、救う会、拉致被害者救う会、署名活動をお手伝いください。12月29日、忘年会、ご応募ください。どちらもメール党員様限定であります。詳細はメールの方をご確認ください。よろしくお願いいたします。川口市の日本クルド文化協会と代表を含む幹部数名をトルコ政府がテロ支援者認定し財産凍結と。今年2月のトルコ地震の際にですね、日本国内で寄付金を集めまして、それで集めた約4000万円、結構集めたなぁ、を非合法テロ組織、クルド労働者党 PKK に送金していた、そうであります。警官と一緒に市内パトロールしてた連中だって、これ年頃にしてた、懇意にしてたクルド議員もアウトでは、和田政宗議員と、これの、ここの代表、ツーショットで写真撮ってましたよね、確かね。私の記憶が定かであれば。世論です。テロリストか、逮捕しろ。散々言われてたよな、テロ組織だって。PKK に金流してたなら、お引き取り願うわ。トルコに返そう。逃げた連中が緩い日本で安全にテロ支援。テロリストと年頃な与党の愛国議員。和田政宗はどうすんのかね、飯山ちゃんを訴えるって言ってたよな。飯山ちゃんって中東研究家の女性ですね。和田は中東のド素人なんだから、さっさと謝れよ。いい感じに強制送還の言い分ができたな。早く引き取ってそっちで裁いてくれ。日本クルド議連どうすんのこれ。日本の資産も凍結して即刻追い出せ。PKK がどうして日本に入国できたのか。これ政治家絡んでるわ。入国できたのが絡んでるのかな。トルコ政府パスポートやっちゃったんだよね。で、あいつらとんでもねえやつだったっつって、送金した事実を掴んで、テロ支援組織にしたんでしょうね。クルド人、ボスがいる。で、実はそうなんで、川口のクルド人には、ボスがいいんだって、束ねるやつ。クルド文化協会の代表、ワッカス長楽のことかな。和田議員とツーショット、写真撮ってた。にしてもすごい正体バレましたね。新藤、稲田朋美、和田議員、これどうすんのかな。なんか必死に擁護してたけど、いっぱい献金もらっちゃってたのかな。後ろめたいから警察と一緒にパトロールしてたんでしょうね。いい子ぶりっこしてね。統一教会も地域のゴミ拾いとかやってたみたいだし、災害の時山口組も炊き出しとかやってましたしね。トルコ政府はぜひともですね、日本政府に引き渡し要求してほしいんですよね。喜んで捕まえて送還するんでね。クルド労働者党が乗っていた各国の主要なテロ組織のリストを丸ごと削除した日本政府にエルドリアントルコ大統領が不快感。そこってトルコ空軍にミサイル攻撃されてたテロ組織通よりかは反乱軍ですね。どうすんのこれって話なんですけども、世論です。誰かよからぬ輩が暗躍しているのだろうか。どこ吹く風の人ごと騎士だ。なんか反論しろよ騎士だ。こういうの産経しかほどせんのな。政府に不信感が募る。自民党のデタラメさが世界に知れ渡る。丸ごと削除され見れなくなってるページ復活すんですかね。公安の下っ端は今切り替え時期なんで、ホームページ、整えてるんで、みたいな説明されてるようであります。ただね、復活しねえのか、他の部分は変わってねえじゃねえか、って思うんですけれども、下っ端は、それぐらいしか知らされていないと。各国の主要なテロ組織リストを掲示するのは義務ではないとか、言いそうだよね。で、永久に、削除したっぱなし。その時はですね、じゃあなんで消したのって
聞いてみますか。ネットは岸田案件って思ってるみたいですよ、皆さん。つまり悪いのは公安調査庁じゃなくて、岸田内閣と。公安といえど、天の声には逆らえませんからね。これ公安は、内閣の意向を天の声って言ってます。言ってます。天の声。上から逆らえません。いうようなことを言っております。自民党パーケン裏金作り発覚を受け、岸田総理、すべての政治資金パーティー自粛を通達。派閥で行う忘年会もクリスマスも新年会も自粛だって、せいぜい家族で新年を祝うぐらいは許されんのかな。すべての政治資金パーティーだから、派閥で行う資金パーティーのみならず、議員個人が行う資金パーティーも、自粛。まあ、禁止ですわね。地元に帰って支援者なんかと忘年会やったり新年会やったりぐらいは許されるんでしょうか。世論です。抑えつさ会場すべてキャンセルか。赤坂界隈が不景気になりそう。これでなかったことにしそう。疑惑が解明されるまでって、それ実質永久規制。ではパーティーではなくてお食事会ということで、もう握手券付き写真集出すしかないな。 CD じゃねえの。自民党クリスマス会中止のお知らせ。野党しっかりしろ。こんなチャンスもうないぞ。まあ叩けるチャンスなんですけど、野党もね、よく調べたらうじもでしたみたいなことなりますもんね。禁止じゃなくて自粛要請か。弱いぞ岸田って感じなんですけども、これでほとぼり冷めるの待つんでしょうけどね。資金力弱い議員が干上がりそう。小野寺逸則さん、防衛大臣から降りたのは、実は資金不足に陥ってしまった。大臣はパーティー禁止が法で定めてられてまして、これ何年も大臣やれる人は、資金パーティーやらなくても、資金力が優れている議員っていう風になっております。そういう法律無視してですね、堂々とやってた財務大臣時代の安住淳とかいましたけれども、ゴミマスが叩かないんで、まあいつの間にかそれもなかったことになってましたね。現在捜査中ってことで続報待ちですね。逮捕者出るんだろうか、それとも裏金分を国庫返納とかで済ませちゃうんだろうか。アビゲイル・シュライヤー著、女性です。あの子もトランスジェンダーになった。SNS で伝染する性転換ブームの悲劇。翻訳出版を角川が断念。出版中止。LGBT 活動家が騒ぎました。10カ国で出版されて Amazon1 位になったこともある本ですけれども、主な内容は少女がトランス医療を受ける危険性について、思春期ブロッカーを投薬、骨が脆くなる、バストを切除する手術、などなど、これの何が気に入らなくて差別を助長するって騒いだのか、全然わからないんですけど、騒げれば何でもいいのか、LGBT 活動家が騒いだら、角川がそれに屈したっていうニュースですね。世論です。活動家による言論弾圧か、批判に負ける出版社とか、差別本っていうより、少女を危険から救う本。かなりちゃんとした内容みたいやね。救われたら困るから、抗議してんだろ。困ってる人がいないと弱者ビジネス成り立ちませんもんね。また買わない声の大きいクレーマーに屈したの？直訳の取り返しのつかない身体損傷ってタイトルにすればよかったのに。パヨ仲間からの批判だったんで、角川は屈したんじゃないですかね。これが右から、我々からだったら批判だったら強行するよね。まあ我々は、右の人らは気に入らないからって言論なしませんけどね。現著書アビゲイル・シュライヤーさん、女性も角川を批判。角川は言論弾圧に屈することで、言論弾圧者を勇気づけている。我々が言論弾圧者の難癖言いがかり嫌がらせの対処法を教えてやろうか。結構手厳しいですね。世論です。話題にもなったし、別な出版社で出せば映画な。LGBT 活動家、松岡さん。これで満足か。文句垂れてたの松岡さんって方なんですかね。事実陳列罪？
この本で当事者が救われちゃったら困るんで、言論弾圧に屈する出版社とか存在価値ないわ。出版されてから中身を議論すればいいのに、狂信者が騒いで出版もさせないとは。日本よりポリコレやかましいアメリカで出版できて、なぜ日本でできないんだ。まあ、現著者から散々な言われようなんですけど、まあ、仲間のパヨからの批判には、めっぽう弱いんだろうな、角川はな。言論弾圧に屈する出版社。やっぱいらないですね。これ、出版社は、巨大な力も恐れずにですね、例えば政府批判であるとか、学会批判であるとか、共産党批判であるとか、中核派批判であるとか、そういう本も出さなきゃダメだろ、恐れずに。角川が今後ですね、表現の自由とか抜かしたら、ほざいたらですね、活動家には屈するくせにって、せせら笑ってやりましょう。弁護士近藤由里、76歳、二重国籍よこせ、提訴しておりました。裁判所却下、棄却だって、52年前に渡米してですね、弁護士として米国で、仕事していた。2004年に米国籍を取得した。2017年に日本国籍を喪失した。結構おめこぼしっていうか13年もかかるの？米国籍取得した途端に喪失じゃねえのか、いう話なんですけどね。これが気に入らないとして、本人の意思に関係なく国籍を剥奪するのは違憲だって提訴しておったんですけれども、裁判所は一昨日消えがると。いう判決を下しました。世論です。二重国籍要請って言ってるのは、多分日本の安い医療費目当て。老後は日本の方が整ってるから、日本国籍に戻りたがってるパターンか。日本は二重国籍認めてねえから、弁護士なら法律ぐらい調べとけばーか。アメリカ国籍だけで満足しろよ。すごいいいことばっかり要求してんじゃねえ。弁護士が二重国籍状態利用してたのは問題だろ。そうだね。13年間二重国籍だったってことだよね。日本生まれ、日本育ちを主張するなら、日本国籍のままでよかっただろうが。散々日本をバカにして海外に出て行ったけど、結局帰ってくる連中。大橋巨泉とか坂本龍一とか、本人の意思に関係なく国籍を剥奪するのは、違憲だとか言ってたらしいんですけど、自分の意思で米国籍取得してですね、自動喪失したんでしょ。何言ってんだ。おいしんぼの作者もですね、日本の悪口散々言ってですね、オーストラリアに移住して、散々な差別にあって逃げ帰ってきたんですよね。やっぱ病気がちな老後は日本の医療システムがいいのはわかるけど、勝手すぎるよね。現在は福岡かどっかの実家にいんだって。悔しいが、外国人でも国保に加入できるし、費用も日本人と違いねえじゃんか。即日控訴したみたいなんですけど、二重国籍を認めないっていうのは合憲だって最高裁判決がすでに出てんで、覆らないよね。これ、覆りませんよね。弁護士なのに、そんなこともわからない。今、生き恥かいてますよね。76歳だとですね、外分ありからもうやめろ、恥ずかしいって止めてくれる親ももういないのか。これね、世界中のまあ、金持ちがですね、老後は日本でつって押し寄せてきちゃったらどうしようね。医療整ってるし、なんつって。まあ、金があってね、日本に金落としてくれりゃいいけど、これね、こんなの増えて、老後は日本で、移住で、なんて、そんな外国人増えちゃったら困っから、国保は使わせっけど、本当は嫌だけど、外国人は5割負担であるとか、ちょっと外国人は別会計にしてですね、その保険料に使う医療費に合わした保険料徴収すとか、そうでもしないと大変なことになるよ、これ。実は年間1万人ぐらいアメリカ人が日本に移住してます。毎年、最近。ここ最近ね、毎年1万人ほどアメリカ人が日本がええわーっつって移住してきちゃってます。やべえね、これ。
高齢者ばっかじゃないんですけど、若者も移住してきてんですけど、これ、世界中に知り渡っちゃってね、まあ、イギリスだの、フランスだの、ドイツだの、ちょっと金ある高齢者が、日本の医療は世界一かのがいて、保険もあるし、なんつって、押し寄せてきちゃったら大変なことになりますよ。ただでさえね、滞納多いんだから、外国人は、まあ、保険は使わしてるけど、まあ、踏み倒されたら病院がかわいそうなんで、外国人だから見ねえっていうのも差別だって言われそうですね。別会計にしてくれよ。外国人、在日外国人保険っていうのを別に作ってくれよって、私思うんですけどね。皆さんどう思われます？やばいよ、このままだと。んなね、年を取ったら日本で過ごそう、みたいな。日本の医療いいから、言ってさ、したら病院ごとに通訳ごく騒ぎになっちゃって、これまた負担になるっしょって話。その他のニュース、岸田政権、扶養控除を38万円から25万円に下げ、住民税の扶養控除も33万円から12万円に引き下げる方針。これは子供手当増やすからその分なってことらしいんですけど、1円でも増税したいですね。財務省に騙されて異次元の少子化推進してやがりますね。これで支持率また下がると。ただでさえ重い負担率上げてですね、子供生まれると思ってんのか。私らが生まれた頃の税負担率 25% ですからね。つまり団塊世代はですね、今の半分の負担で子供を作れてたということですよ。政府経済財政諮問会議、75歳以上でも3割負担となっている富裕層の枠を拡大する検討開始。収入がある75歳以上は若い人と同じく3割払ってね、いうことらしいんですけどね。収入だけでなく資産も支払い能力に加えよう、だって資産も加味する、だって手持ちの現金がなければ資産を売ればいいじゃないってことなんですかね。東京にですね、親と住んでた一軒家とかあったらですね、たとえ年金生活で貧乏してても、うっかり資産1億円とかにすぐなっちゃうんですけど、それはどうすんだろうね。財務省のですね、岸田が総理のうちに1円でも増税したいっていう欲望が牙向いてるよなぁ。財務省記者クラブは財政研究会って名前を育てられます。に出入りする記者を財務省官僚はポチって呼んでんだって。ポチって。軽減税率を外されたら死んじゃう新聞社は財務省に全く逆らえない。主要新聞社が逆らえないっていうことは、その子会社であるテレビ局も逆らえない。読売の子会社が日テレ、朝日の子会社がテレ朝。産経の子会社っていうか、まあ、富士産経グループ、富士テレビ、日経の子会社が、テレビ東京ですね。あと毎日新聞の子会社が TBS と、これがですね、50年間で 25% から 47% に倍近くなった税負担率の理由ですね。報道しない。財務省がどんな嘘つこうが、どんな悪事を働いてようが、報道しない、っていうですね、報道できないって言った方がいいかな。今年ヤフージャパンで最も検索された単語が発表されました。商品部門に韓国のヨーグルトビヨットがランクイン。知らねえよそんなのって大好評を博しておりました。涙ぐましい人海戦術で検索しまくったのかな。ヤフーがそもそも怪しいのかなーっていうのは不明であります。仙台高裁、集団的自衛権は9条違反っていう訴えにですね、もちろんパヨの仕業、明確に違反とは言えない判決。まだやってたのかこれ、集団的自衛権認めねっていうのは、アメリカと軍事同盟している以上ですね、集団的自衛権は義務ですよ。守り守られるってやつですね。なんでアメリカは守らないが自分らはアメリカに守ってもらうって考えなんでしょうね、パヨどもはね。やっぱパヨどもってですね、バカで幼稚だと思います。1982年以降、82回目となる日本国土防衛を想定した日米共同指揮所演習に初めてですね、オーストラリア軍が加わりました。参加しました。日米豪共同
演習ってなったら人民軍包囲網にパヨ激高と、ストレスで免疫落ちるといいですね。というわけで12月9日署名活動をお手伝いください。12月29日忘年会、ご応募ください。3分の2ほど定員が埋まっております。こちらの方はまだ近くならないと予定が分かんないって方いらっしゃるとは思いますけれども、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。